週間あたりの変わりです。先日の大塚副大臣の説明の中で、おとといの大塚さんの会見の時もですね、まあ、その預け入れ額の平均値とか中央値とか、要望額なんかをですね、調査なさって、要望額がちょっと2000万ちょうどくらいだったっていう、その説明いただいて、でそういう状況なので、まあ、その計画が2000万であればですね、まあ、ほとんどのそのニーズを満たすだろうと考えて2000万になさったとおっしゃったんですね。で、あ、大塚君が、説明されてたんです。ただそのほとんどのニーズを満たすようなですね、まあ、額にした場合ですね、その国が出資しているというその市民能力が非常に強力で、まあ、お金がたくさん集まってしまうだろうと思うんですが、その辺は、するのかということと、もう一つもう一つですか。で、先日大臣との懇談の席でですね、まあ、お金がたくさん集まったらですね、また、国債たくさん買えて、財政的にはいいかもしれませんね、と私申し上げたらですね、そんなことをしたら詐欺じゃないかとおっしゃったんですけれども、まあ、その辺、貯金額とかですね、預け入れ額が、たくさん集まった場合の、国債以外の使えるような仕組みというのはちょっとアイデアとしてですね、今どんなふうに思います。最初のあれだけどね、今はね、あった分かったらと、民間金融機関の限度額がない。それでもできるか、ね、それを郵便貯金は1000万で抑えるか、ね、全然そうなってるというわけ。だから、ゆうちょう側の人たちから見ると、ね、政府の暗黙の保障があるからだということをね、民間金融機関の方々はおっしゃるんだけどもね、そんなことを言わせたら、東京三菱とかさ、三井住友とかメガバンクというのは絶対作れないという絶対な信用もあるでしょ。政府保障して、政府の暗黙の信用と同じぐらいあるでしょ。ね、農協だってそうですよね。農協事業がね、農林中金か、ね、そういうよりもものすごいよりが、誰も潰れるとは思わないでしょ。だからそういう意味の信用力はね、あるわけですよ。政府が株を持ってるからね、友情については特別な信用力があるんだなっていう言った方もあるわけでしょう。だから私は信金審査についてはね、あなた方がメガバンクに比べて信用力がないなら、ね、ちっちゃな信用組合にね、1000万円以上預けたらね、毎日の場合大変だと思うことで預金が集まらないんなら、ペイオフをね、上げてあげましょうか、ね、それでメガバンクに対抗できる、そういう信用力をつけたくないでしょうか、結構だとした、ね、いや、だから私が言ってるのは、だから、その、郵便貯金には政府が株をね持ってるからという暗黙の信用力で預金者が預金しやすい環境があるからということだけでね、限度額を上げるのはおかしいというのはやっぱりね、これは議論にならないんだね、現実問題としては。その郵貯銀行もいつか潰れる可能性もあるってことですか。いやは物事はよ、形あるものは形になるからね、それは分からないよね、あなたの寿命だって決まってもないし、俺だってそうだからさ、そんなことはね、だからそれは悠長にしたってね、それはでしょ、この男の親会社とね、まあ、出資率を利用してる形で、親会社というのが存在しているということもあるしさ。また同じようにあれば保険ね、保険機構にもこれ入るわけですから、それでの結局ペイオフのね、適用も当然受けるわけですから、こういう意味のことを行うわけ、金貨と一緒に。それと今言った集めた金の運用ね、まあ今日前原大臣も言ってたけど、だからそれをどうするのかという問題ね、今8割ぐらい国債でね、なんでしょう。だから今度まあ、この郵長が額増えるのか減るのか、それやってみないと分からないけれども、これをもっと、ね、地域経済のためにね、もっと使う方がないのか、あるいは国全体にとってね、この有用な使い方がないのかというようなことをね、これは日本郵政自体が考えることだけど、政府も株を持っているんですね、
総理の立場からこういう展開もこうしたらいいんじゃないかというアドバイスをする場合もあろうと思うんだけどね。ただ斉藤社長もともに回すと結局ね、資金運用のノウハウをね具体的に持ってるかどうかって心配なんだよ、ね。だからそこだ、ノウハウがないのにその 権限というか力だけ与えちゃった場合はね、リスクの高い商品に手出すみたいなことはないわけじゃないでしょ。そうした場合にはとにかく投機るわけだから、これを人材養成、ね、そういう人材養成を含めて運用についてそろりそろりと進んでいくということをせんといかんでしょ。現実問題はそれとやっぱり他の金融機関の協調、ね、新金新総やね、世の中第二地銀とかそういうところとの協調の中で、そういう役割を果たしていくということも考えないかと思いますね。非常に難しい分野だからあなたおっしゃるね。ポーチームの久保と申します。まあ、先ほどもお話しだったんですけど、あの格闘家の前田さんと、昨日お会いして、うん、どうだって、よどうだね、ここで、まあ、具体的に、まあ、選挙区の話まで踏み込んで、比例なのか東京なのかっていうことまでお話をされたのかどうか、あの、ね、評価について、はい、まあ、何しかやらね、これをエレッチって言うとね、ね、小田の顔をピャーッと引っ叩いてきたっちゅうからさ、実際引っ叩いたんじゃないだろうけどね。だからね、そういうのは、あ、申し訳ないな、はい、どうそんな、そういうね、やっぱ違いのある政治家はいないでしょ。だからそういう意味ではね、私はね、なるが政治出てくればいいんだよね。申し訳ないな。その外国人参政権の面でも、そう、外国人参政権って言っても彼は反対、機会してますけどね、からしてそういう立場で見てたけど、非常に考え方はしっかりしてるね、なかなかね、うん、あの西村君もそうだけどね、西村君もすごいよね、ガンと戦いながらリング上がってるからね、その中で生命尊さというかね、そういうものをね、やっぱ噛みしめながらね、やってる、そうした人物がね、足先だけでね、評論家みたいなのね、慣れな派遣みたいなのじゃなくてね、現実とガンと戦っているような人間がさ、この政治の前に出てきてね、人間の命のね、あり方、ただ生物学的に見てるんじゃなくてね、命のあり方、こういうことまで真剣に深刻に考えてきて、彼はそうですよ。だから無我というね、そっちのね、あれを言ってるけどね、そういうところがね、政治に出ることは私は大変大事だと、ちょっと書いてみます。はい、はい、はい。選挙区までは入ってない。西村は調整でよ。前田さんは調整中です。だからこれはまだね、あなた言ったのはね、だからね、とにかく言ってたのは、